延命公園から望む東大見市街東大見市は、滋賀県の東部にある市である。越川に沿って、三重県との県境である、鈴鹿山脈から琵琶湖岸まで東西に長い地域を持つ。市名は、旧国名に由来する。市役所のある旧八海市市街地周辺の空中写真。1982年撮影の8枚を合成作成。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。市内全域が内陸性気候である。当時は気象庁の気象区分で、滋賀県南部に分類されているが、合併前は北部に分類されていた地域があり、当期は地域差が出るため明確な気候の線引きはできない。夏は最高気温は県内で最も高くなる日も珍しくないが、 盆地であるため熱帯夜となる日は少ない。冬は冬日となる日が多く、2012年2月19日には2月としては、歴代1位となる最低気温摂氏10.8度を記録している。国土地理院地理情報によると、東大見市の東西南北それぞれの橋は以下の位置となっている。合併に伴い、旧軍部の大技で大技が削除され、末尾に町が付け加えられたほか、 一部の住所が変更された。旧8日市市旧営元寺長旧五家省町旧、愛東町旧加茂町滋賀県三重県平成27年に実施した国勢調査では、前回の調査と比較した人口の増減を見ると、1.12%減の114,180万人であり、増減率は県下19市町村中10位。法務省地方裁判所と、 家庭裁判所に関しては、彦根支部の管轄となっている。厚生労働省農林水産省海外国内。現在は、市内に空港はないが、かつては大日本帝国陸軍用の8日、市飛行場があった。利用可能な空港は、中部国際空港、関西国際空港並びに、大阪国際空港、高速バス、編集一般路線バス、編集高速自動車国道、 編集地域高規格道路、編集一般国道、編集主要地方道、編集一般県道、編集林道、編集、西堀英座ブロー記念探検の伝道5箇所、大見商人屋敷、戸野村茂邸、東大見市博物館グループとして以下の施設を運営している。伝統産業東大見市では、旧洋海地市、旧神崎郡、愛知郡、 かも軍と複数の九死軍をまたぐ、その広い地域により、いくつかの問題が起こっている。最も大きな問題は、気象の問題である。同一市内であるにもかかわらず、地域によって気象状況に差が生じる場合が多々ある。東大見市は、滋賀県内における、気象区分では、滋賀県南部の内西北部に位置しているが、 合併前は、滋賀県北部に属していた地域と従来から滋賀県南部に属していた地域から構成されているために状況をややこしくしている。冬季は特にこの傾向が顕著で、山間部で標高の高い永遠寺地区が標高の低い湖岸の能登川地区より寒いのはもちろん、以前から滋賀県南部であった地区と以前は滋賀県北部であった地区とでは、前者では曇り空でも後者では、 降雪という日もある。そのため、愛東、古東地区で、雪が降っていても、市南部の加茂地区桜川で観測されるアメダスでは、積雪0センチメートルになっていることもよくある。また、旧洋開地市、神崎郡、加茂郡地域では、市外局番が0748であるが、愛東地区の妹町の一部を除く旧、愛知郡地域の市外局番は0749となっており、 市外局番の統一が検討されている。広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集。ありがとうございます。